で遮断機は左側が先に降りて次に右側が降りるっていう感じだね。車両の進行方向の矢印も点灯します。こんばんは、しげもんです。今日はこれやね、トミックスから発売されてる TCS 自動踏切2ですね。2ってことは多分1もあったと思うんですけど、今日はこれ分けていきます。で加藤の自動踏切に関しては去年の末かな、年末に開封しましたけど、今回はトミックスの自動踏切やね。まあ、基本的な仕組みは同じだと思うんですけど、加藤と異なる点もあるんで、まあ、比較しながら見ていきたいなと思います。じゃあまずパッケージね。はい、寄ってみるとこんな感じ。トミックス TCS 自動踏切ですね。でイラストが載ってます。ほんでこっから中が覗ける仕様やね。こんな感じでぐるっと回って裏側、文字がいっぱいで、側面はトミックス、ぐるっとセット内容とあと寸法、これも載ってますね。こんな感じ。では開けていきましょう。オープン、てってれー。はい、中身こんな感じ。まずは踏切本体が入ってて、まあ、細かいパーツもありますね。これちょっと後で見ましょう。でこれは渡り板のパーツやね。でこれが説明書。あ、サッシやね。結構分厚い説明書。加藤の時もねボリュームありましたけど、これも読み込む必要はありそうやね。ほんで本体側見ましょう。まあ、こんな感じで封印されてるんで解き放ちます。せーの、パカッと。あ、思ってたより大きくないんやね。小ぶりな感じがあります。はい、では先にセット内容を見てみよう。ここにあるのが踏切本体ですね。踏切本体 A と踏切本体 B になってます。あと踏切本体 AB をつなぐ接続コードね、これもつないだ状態になってますけど。ほんで右側のこれ、これが踏み板ランナーかな、渡り板というか道路のパーツやね。でここにあるのが、踏切ジョイントランナー、このジョイントを使って接続するっていうことやね。ほんでこの踏切セットにはセンサーレールが付属してないんですよね。だから別途このようにセンサーレールを購入する必要があります。加藤の踏切はセンサー線路が入ってるんですが、トミックス製のものは別売りになってるっていうことやね。これも後で見ていこう。ほいだらば踏切本体見てみましょう。こんな感じね。こっちが本体 A、 こっちが本体 B ということです。で本体 AB がケーブルでつながってるっていう感じやね。そして本体寄ってみるとこんな感じ。サイズはね本当に小ちゃめで、手前側にスロープがついてます。で遮断機と警報機は黒と黄色で塗り分けされてますね。で警報機とあとこの車両の進行方向の矢印、これも点灯するんですよね。列車の向きに合わせて矢印も光ると。で本体の手前側面ね、ここにあるのはスピーカーのボリュームやね、音量調整ボリューム。で右側には各種設定用のスイッチがついてます。はい、警報器の裏側はこんな感じやね。結構基板むき出しなんやね。なるほど。で遮断機は、あ、一応指でも動く、これね。あ、スプリングが入ってて動きはスムーズですね。ヒュッヒュッと、なるほど。ほんで踏切側面はこんな感じ。ほんでちょっと見えにくいけど、ここの端子、これはセンサー線路とつなげる端子やね。でこっちに伸びてるこのケーブルはパワーユニットへつなげるってことやね。ほんで反対側面はこんな感じ。中央にあるのはセンサー線路の端子やね。で左にあるのは拡張端子だそうです。でここにピョッと出てるケーブル、これは信号機などと接続するケーブルやね。ピョピョッと。ほんで本体の裏側に関しては操作系統があるっていう感じではないみたい。あとここの隙間、ここにケーブルを折りたたんで収納することができるみたいですね。はい、こんな感じかな。ギュッとケーブルを詰め込んで収納できると。ほんで加藤の自動踏切と比べるとこんな感じ。まあ、こっちはねスロープがついてるんで外した方がいいかな。ギュッと。はい、ちょっと言ってみた。で見てわかる通り、加藤の自動踏切に関しては S124 の直線線路になってます。でトミックスの踏切は中央部分に線路がないですよね。こっちに関しては直線曲線関わらずどこでも設置できるっていうことやね。ただ本体 AB をつなぐこの配線ね、ここがちょっと目立ちますよね。はい、では設置していきます。たださっきも言った通り、この踏切を動作させるには別売りのセンサーレールが必要になります。だからポチってみた。これね、 TCS センサー PC レール S70 っていうやつやね。センサーレールが2本入ってるみたいです。でパッケージは
こうやね、うん、で加藤の場合はセンサー線路が入ってましたけど、トミックスのセンサーレールっていうのは踏切以外にも使ったりするんですよね。だから踏切以外の用途でセンサーレールを持ってる方は踏切だけを買えばいいっていうことですよね。よっとパカッと、はい、出してみた。センサーレールとケーブルがそれぞれ一つずつ入ってます。はい、これがセンサーレール本体ね、うん、まあ、ここにコネクターさすところがありますね。で裏側はこんな感じで、表のここ、まあ、ここにね矢印がついてるんですよね。だからこうか、この矢印が進行方向になるってことかな。ほんで加藤のセンサー線路と並べるとこんな感じで、加藤側はこの線路上の光量やね、これを検知するのに対してトミックスのセンサーは完全に物理的なスイッチになってますね。車輪が通ると感知するって感じやね。はい、これで一通り見終えたんで設置して動作を見てみよう。はい、まずセンサーレールに付属のケーブルを差し込みます。ここやね、ここにケーブルを差し込むと。でコネクタ部分は結構脆そうなんで注意して差し込むと。ゆっ、はい、こうやね。あんまりケーブルは抜き差ししない方が良さそう。でこの反対側を踏切に接続します。はい、反対側をここに差し込むと。ゆっと、はい、こうですね。そしてもう一つのセンサーレールも同様にケーブルをつなぎます。そして反対側を今度は2番の端子に接続します。これね、よっ、はい、こうやね。そして線路に設置する際は付属のジョイントパーツね、これを裏側に、はい、ジョイントをはめて、でその上に線路を乗せると、キュッと。そして踏み板パーツをここにはめる、キュッ、反対側もで、中央部分にも踏み板を乗せる。まあこれは両面テープで引っ付けるみたいですけどね。こんな感じ。だいぶ踏み切り感出ましたね。でワイド PC レールにも対応してますし、複線にすることも可能です。ほんで本体同士をつなぐ配線はこのように折って線路の下に通すっていう感じだね、うん、はい、踏み切り設置できましたね。こんな感じ。エンドレスレイアウトにセンサーレール2個と踏み切りを設置してます。でパッと見の印象ですけど、ちょっとケーブルの見栄えが悪いですよね。本体同士をつなぐケーブルもそうですけど、センサーレールと踏切をつなぐケーブルもこんな感じで見えてるんで、見栄えはそんなによろしくないかな。あとこの本体から伸びてるこのケーブルね、これはパワーユニットに接続してますね。あとは走らせてみるんですが、まあ、システム的にはここに今 321系が止まってますけど、まあ、これが左周回で走るって感じだね。うん、で走るパターンに応じてセンサーレールの数とか設置場所は変える必要あるんですけど、まあ、こういうのは説明書通りにやれば問題ないと思います。今回は左周回で走って踏切を通過するパターンね。でここにまず1個目のセンサーレールがあります。このセンサーレールを踏むと踏切の遮断機が降りて警報音が鳴るっていうことやね。ほんで列車が踏切を通過して、ここ踏切を出たとこにも1個センサーレールがあるんですが、これを通過し終えると警報音が鳴り止んで遮断機が上がるっていうことやね、うん、これじゃあ一回やってみよう。では行ってらっしゃい。はい、今センサー線路の上を通りましたね。すると踏切の遮断機が降りて警報音が鳴り始めましたね、うん、でぐるっと回って踏切の上を通過します。そしてセンサー線路を通過し終えると遮断機が上がると。あ、なるほど、こういうことやね。で遮断機は左側が先に降りて次に右側が降りるっていう感じだね。加藤のものは一遍に遮断機が降りてたんですけど、トミックスは4つそれぞれを制御してるみたいですね。あと警報音が鳴るのと警報のランプね、これが点滅して車両の進行方向の矢印も点灯します。これは車両の向きに応じて点灯が変わるみたいなんですごいですよね。
はい、問題なく動作しましたね。でさっきも言った通り、この1個目のセンサーを踏むと遮断機が降りて、2個目のセンサーを踏むと遮断機が上がるんですが、このセンサーの位置に関しては組み込むレイアウトにもよりますし、あと車両の速度にもよりますね。今回はレイアウトが小さいんでかなりゆっくり走らせましたが、もっと車両のスピードが速い場合は踏切から1個目のセンサーレールまでの距離をもうちょっと稼いどかないと、遮断機が降りきる前に列車が踏切に到着するということになりますね。ほんでこの2個目のセンサーレールね、これを通過すると遮断機は上がるんですけど、ここに関してのタイムラグは毎回バラバラなような気がします。通過してすぐ遮断機が上がる場合もあれば、車両が通過してしばらくしてから遮断機が上がる場合もあります。で説明書ではこのセンサーを通過して約2秒後に遮断機が上がるとあるんですけど、まあ、そこもバラバラなような気がしますね。まあ、列車の微妙な速度とセンサーの接触具合とかにもよると思うんですけど、でも動作はちゃんとしますね。でセンサー自体は物理式になってて、最後に車輪がタッチして2秒経つと遮断機が上がります。なので踏切の上で車両が通過した状態で止まると、センサー的には車両が通過したものやと判断するんで踏切が上がります。まあ、どういうことかというと、列車が踏切の上を通過して、一つの車輪がセンサーに触れて、でこの状態で止まった場合やね、まあ、今この状態はセンサー的には車両は通過したっていう判断なんですよね。だから踏切の上で列車を止めることはないと思いますけど、挙動はこうなるんで注意する必要あるっていうことやね。はい、というわけでトミックスの TCS 自動踏切開封して設置して動作を見てみましたね。説明書をちゃんと見てそれ通りに接続すれば問題なく動きます。ただ挙動に関してはさっきも言ったみたいに、センサーの通過する方向とか、あとセンサーと踏切の距離ね、ここを意識して設置する必要はありますね。あとはさっきも言った通り、この配線関係やね、ケーブルがいっぱいになっちゃうんで、そこが結構気になる。だからお座敷レイアウトに組み込むんやったら加藤の方がまだシンプルかなとは思います。ただ遮断機の動きとかはトミックスの方が実物に近いかな。あと曲線にも設置できるんで、どっちかというとジオラマに組み込むのに適してるのかもしれないですね。あと今回は単線の片側進入のパターンしかやってませんが、センサー線路を付け足すことで両側からの進入に対応させることも可能です。まあ、もちろん複線にも対応可能やね。まあ遊び方いろいろっちゅう感じやね。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れるんで、ぜひ登録とチェックよろしくお願いします。では、さよなら。